ーパーは3戦連続となりました岡田慎司、ディフェンスライン4バック右から前節に代わって越並に代わって寺村、そして伊勢、鈴木、加藤、ワンアンカー堀内、インサイドハーフに中島と山本、そして3トップは右に西田、左に嫁坂、センターフォワードに浅川。続きましてアウェーキラバンツ北九州のフォーメーション並びにスターティングメンバー並びにリザーブメンバーです。フォーメーションは 3-4-2-1 を予想しています。ゴールキーパーは田中優也が5戦連続で先発出場、ディフェンスラインは3バック、右から村松、本村、坂本、そしてウイングバックは右に多田、左に乾、2ボランチ新加入のミケール・アグ、そして岡野は今日はボランチでの出場を予想しています。2シャドウ野瀬と池高、そしてセンターフォワードに平山が入っています。さあ高身長の選手、北九州で言いますと186センチのミケール・アグ、そして187センチの乾高也がいます。平山俊も181センチ。乾が近づいてくる、ニアを狙った、こぼれ球蹴り出していくミケール・アグのシュート、こちらがもうエリアの外まで出てきました。さあニアを狙ったヘディングでクリア、後ろで待っていた堀内のシュート、ここはクロスバーの上でした。最後はこぼれ球を狙っていったのは8番の堀内、村松が右に出して本村です。本村が縦のボール、ここで野瀬がスピードを見せる、加藤がただしっかりと前に立ちはだかって岡田が前に入れました。今日注目の野瀬に対しては加藤がしっかりと対応しています。さあスペース入れて山本、どうでしょうか、かなり距離のあるところから早めにクロスを入れてきた。マイティクボールファイヘディングでクリア、狙ってくる村松、しっかりとキーパーの岡田が収めています。鹿島は中央へヘディング、浮きました、地面を叩いた鈴木大成、蹴るのは池田、ショートコーナーの位置の田中にボールを当てます。さあ田中がここでクロスを入れる、ヘディング、北九州先制、決めたのは平山俊、今シーズン初ゴール、ショートコーナーからのさあワンチャンスものにした北九州、今サポーターとも喜びを分かち合う。ここはまずはコーナーキック、ショートコーナー、相手が守備を作る前にただクロスを入れて、最後はヘディング、平山ゴールの左隅ヘディングで叩き込んでいきました。北九州が先制0対1。さあもう一度奈良のボールで再開、シンプルに中へ、ちょっとディフェンス当たってゴールポスト、北九州としてはヒヤッとしたシーン。桑島が蹴った、ここは惜しくもゴールポスト右、それていきました桑島、その中で相手のこのファイブバックをどう崩すか、カニが入っています、ボールの供給の前、カニ前には浅川、その浅川へカニが一旦下げます、伊勢、ボックス内には酒井、縦のパス取った、カニシュートを狙う、右キッカーインスイングのカニ、ニアを狙った、ヘリング、最後は片岡でした。堀内、さあこれ左のスペース出して桑島、グラウンダーのクロス高く上がって競り合い、桑島が収める、裏から上がる加藤、下げて堀内、さあ伊勢シュートを狙う、こぼれたところ津波追いかける、ちょクロスを入れます、ヘリング、それて堀内、さあもう一度加藤、加藤左足流れたところ桑島、堀内シュートが、クロスバーの上、最後は弧を描いて堀内のシュート、惜しくもここは枠外、このシーンです。波状攻撃を見せた奈良、最後に堀内が、岡田が、さあ奈良はもうワンチャンスにかける、伊勢がさあ前にボールを入れて
競り合い、ここをしっかりとしのいだ。ここで試合終了、0対1、ギラマンツ北九州4戦ぶりの白星、勝ち点3を手にしました。